南紀勝浦温泉は、和歌山県東室郡那智勝浦町にある温泉である。もともと勝浦温泉と呼ばれていたが、近年になって旅行業界や観光協会などが南紀を冠するようになった。近畿圏では一般に勝浦だけで東温泉地を指す。南紀白浜温泉と並ぶ和歌山県を代表する温泉地である。世界遺産に登録された。 智山や智滝、熊野三山、吉野熊野国立公園への拠点でもある。近畿県、中京県双方の奥座敷として、最寄り駅の紀勝浦駅へは当地への観光客を乗せて、京都、大阪、名古屋の双方から特急列車がやってくる。など忘れ軌道ホテル中の島、太平洋に面したリアス式海岸、南紀の継承地である木の松島から勝浦港にかけてに、 大小のホテル、旅館が集まっている。中には島や岬に立地するホテル、旅館がある。それらの宿泊施設は観光桟橋からの船便が本土との唯一の交通手段になるため、深夜まで船は航行している。また、呂市半島全体を敷地とするホテル浦島には、忘れ木道と玄武道という太平洋に面した自然の洞窟の浴場があり、 青木島の宿熊野別邸中の島の奇襲潮劇の湯と共に東温泉地のシンボルになっている。南紀白浜と並ぶ観光拠点であり、行楽向けの温泉として知られるが、日帰りの行楽地ではないため白浜のような大型レジャー施設は存在しない。風光明媚な自然や近隣の世界遺産熊野古道、夏滝などを目的とする行楽客が多数である。また、 キー勝ツウラ漁港は全国有数のマグロ漁基地として知られ、マグロが名物となっている。隣の大寺町はクジラの調査捕鯨を行っているため、このカツウラでもクジラ料理が出されることが多い。温泉街の外れには共同浴場、ワマが存在し、地元の漁師などがよく利用している。毎年11月には熊野那智大社への県究祭りが行われる。 古くは二つの異なる温泉であり、古くは磯の湯や赤島温泉などと呼ばれていた。磯の湯の開け湯は、公開前であると言われる。赤島温泉は開け湯年代は不明である。現在では両方とも、南紀勝浦温泉と呼ばれている。温泉地として開けていったのは、大正時代からのボーリング改作による。以後は、至る所で掘削が行われ、源泉の数は、 言2に0 0を超え、各の旅館が自分の源泉を持っている。なお、大正時代には、紀州徳川家15代当主である徳川寄道が訪れた。洞窟の温泉に入浴した際に、帰るのを忘れるほどであると称賛した。その際に入浴した洞窟風呂は、現在の忘れ気道であり、命名の理由は称賛の言葉による。急速に発展を遂げた景気は、 1950年の吉野熊野国立公園指定後である。知名度アップに伴い観光客が増加。昭和30年代には新婚旅行の滅カにもなって大いに繁栄した。さらに1978年には国鉄、紀勢本線の電化によりアクセスが向上した。その一方で山陽新幹線の博多発着以後、国内旅行人気は九州にシフトしたため、 宿泊客は一時100万人を割り込み、以後は交不調を繰り返している。ちなみに、近年は、紀伊産地の霊場と山経道の世界遺産指定を受け、残された大自然及び文化遺産と共に、再び脚光を浴びつつある。ありがとうございます。